ったんですけれども、でもすごいメンバーの中に選んでいただけて、牧子さんと、はい、みなるんさんと奈緒さんと、デイゴさんと熊崎さんと岡さんとりょうちゃんと私の8人出させてもらったんですけど、なんか公演みたいな感じで、そうですね、結構全部で15曲ですかね、15そう、結構そうアンコールとかもあって、そう公演みたいな感じだったんですけど、はい、全然違う、いつもと違う公演、セットリストも違って、あ、そうです、声を語る指示になれなくて最後にやらせてもらったんですけど、ソロダンスもはい、やらせてもらいました、嬉しかった。しかもそうなんですよ、アンコールの時は公式プロフィールの方に、あ、公式プロフィールの方で着させてもらってる新衣装を、はい、初めて着させていただけて、そういうライブとかでは、はい、それも嬉しかった。最初はなんか何衣装って言うんですかね、なんかにみんな虹色のカラーみたいなキラキラのアイドルらしい、結構ツアーとかでも着させてもらった衣装なんですけど、はい、それを着させてもらって、2回目がなんか制服衣装みたいなチェックの、最近結構着させてもらってますね、制服、そうです、それもツアーとかで着させてもらってますはい、紺とかの白のブレ、はい、シャツので、途中でなんかマリン賞なのかな、マリン賞ですね、はい、で最後が新賞だったんですけど、衣装もいろんな衣装着させてもらえて、そうなんですよ、ポップがすみません、お風呂上がりなので、はい、途中その制服衣装とマリン賞はちょっと早着替えで全然時間がなかったので写真を撮れなかったんですけど、最初と最後の衣装はそう写真撮れて、メンバーの皆さんとも撮れたので、はい、またそうですね、アップさせていただきたいなと思ってます。お疲れ様にゃんでーす。そうですね、最後にそうです、一人一人なんか一曲はそうセンターやらせてもらえて、私はフォークブレース、はい、踊らせていただきました。珍名数曲なのですごい嬉しくてはい、そう、あと他のチームさんの曲とか、誰かの耳とか、あともう少し夏なので夏を急げとか、愛してラブとか、そういう夏のソングとかもありました。うん、あと奇跡の流星群とか、珍しくないですかね、珍しい、あと久しぶりにそういうとこあるのも踊らせてもらえてはい嬉しかったです。うーん、先です、あ、そうですね、そうなんですよ、そうなんです、はい、はい、ありがとうございます、久々に、あ、来てくださった方ありがとうございます。そう、ちょっと詳しくすいませんすいません、誰かの耳は、あ、なんかそうですね、一回そうですね、なんか、ま、そうライブでもその踊らせて前にいただいたことがあったんですけど、そうなんですよ、なかなか他のチームさんの曲やれないんですけど、いや、すごい好きなので嬉しかったです、グラスセンターのポジションでした、はいグリーン車も、あ、そうですね、グリーンの濃い衣装は初めてで、そうなんですよ、グリーンでした、二人が髪、うーんありがとうございます、嬉しいですね、そのメンバーに選んでいただけて、はい、そうですね、SK ミールさんとかも写真もそうですし、裏話とか話もさせていただけたらなって思うんですが、はいそう、なんかトークとかトークさ、 MC、 そう、なんか普通にこう見て自己紹介 MC みたいな、前後輩 MC とかもあったんですけど、皆さんとうとう、嬉しい、ありがとうございますはい
やっぱ初めて見ていただく方もいらっしゃるかなということで、なんか今日はなんかスキンズのなんかキャラクターみたいな、キャラクターポジションなんかそういうの自己紹介でなんかお話しさせてもらって、でなんかみんなでそう始まる前楽屋で話したんですけど、そう横にゃんはやっぱそうなんか絵だよねみたいな言ってくださって、なんかピカソっぽいよねみたいな言ってくださって、横袖でいいじゃんみたいな言ってくださって、そう横袖っていう、私そう説明はちゃんとさせてもらったんですけど、はい、そうなんですよ、そんな話もさせてもらったり、はい、劇場ですね、スキホテル劇場さんでさせてもらいました。好きなアイスクリーム、なんだろう、なんですかね、あ、でもなんですっけ、アイスなのかな、なんかコンビニで売ってるなんかアップルマンゴーみたいな、美味しくないですか、はい、美味しいですよね。そちらの話もありがとうございます。東海の人は参加者特典みたいなもんだから変更してもいいんじゃないで、ありがとうございます。そうなんです、今日のメールでですね、そうちょっと急遽そう決まったというか、そうキャノンジーとお話が出て、5月15、16の日にキャノンジーがですね、一緒に横宮さんと、衣装を着させていただきたいですって言ってくれて連絡で、はい、でなんか初週後私は参加させていただけるので16になるんですけど、でもキャノンジーがその卒業しちゃうので、その15、16の握手会が最後なんですよ。握手会トーク会ですね、すいません現地トーク会が最後なので、はい、なのでそうだから私的にはそうなんですよ、最後ですし、やっぱそう言ってくれたので嬉しくて、一緒に横山さんと一緒にその衣装を着させていただきたいですって言ってくださったので、16の日なんですけど、もともとそうなんです、ロリータファッションをさせていただくって宣伝させていただいたので、ちょっと変更になってしまうのがちょっと申し訳ないんですけど、もしよかったら皆さんがよかったらそのロリータファッションをまた今後の特会とかで着させていただくっていう形にさせていただいて、その日はそう衣装をキャノンジーとこう着させてもらえたらなと思うんですけど、どうでしょうか。そうなんですよ、皆さんいいですかね、そうなんです、最後だから、そうなんですよ、最後なかったらなんかまた次やらないとかってできたかもなんですけど、最後なのでちょっとできたらやらせてもらえたらいいなと思ったんですけど、遊びに来てありがとうございます。そうです、キャさん、キャノンティートです、ぜひ2人の思い出を、優しい、変更書見えてるより、んいろいろ一緒、むしろって書いてあるかな、一緒に衣装着てあげてほしいです、嬉しいリクエスト、素晴らしいと思います、ゲームクラブはね東海楽しいんじゃねー、好きにしていいよ、そう最後になるんですよね、もうよくない気持ち、皆さん尊重してくれるんじゃないかなって、優しい、来た時間は限られているので優先で、やめてて思い出作るためにもキャノンティーと合わせるのさせだよ、いい思い出になって全然優先、あーすごい反対意見が、もうどこ見える開いたよって、あ、すいません、タイトルご相談だったね、すいません、いいですかね、その気遣いが、はい、昼食見たい、嬉しいそうです、団体の意見は嬉しい、大賛成、本当ですか、いいと思います
超かそうです。でもそこはそうなんです。まだ一生まだ決まってるんですけど、やっぱりギャランティーに選んでもらえたらなと思うんですけど、ギャランティーが着たい衣装を着れたらなと思うんですけど、そう衣装もちょっとまだ決まってなくて、それとも皆さん先生だってよ。あ、本当ですか。優しい皆さんありがとうございます。自慢のせ、ありがとう。すごい反対意見がないですね。衣装を着るよ、反対意見違うので、ありがとうございます。皆さん、アメブロさんの動画もありがとうございます。素敵な、優しいですね皆さん、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとわかんないですね優しい、やった、ありがとうございます。ありがとうございます。やった、大好き、ロリータの方も、絶対また、はい、着させていただこうと思うので着せちゃうんですけど、やるよくやってる、優しい、優しい人、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと反対意見がなかったですね、ありがとうございます。ちょっとメールの返信の方も見させていただこうと思うんですけど、はい、皆さん結構優しくてすごい優しくて、はい、いいよってすごい言っていただけてるので、はい、そうですね、ちょっとすいませんが、ちょっと変更させていただくと思います。はい、またそうですね、詳しく決まったら、メール返信にもよるんですけど、はい、詳しく決まったらご連絡させていただくのでありがとう。そうですね、写真もキャナティといっぱい写真、もしそうなったら、衣装着させていただく、衣装でこういっぱい写真撮れたらなと思うんですけど、見えるってなんか初心者、なんで iPhone ですかね、 iPhone の方はなんか引用文を消したらこう届くんでしたよね、多分そうですね、はい、だと思います、メールの返信は。あー、そうですね、緊急事態宣言の方もそちらも気になりますが、じゃあちょっと今のところはじゃあキャノンティーと一緒に将棋させていただく感じで、はい、そう変更させていただくと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、皆さん嬉しい。キャノンティーもすごいなんか、そうなんか言って喜んでくれたというか、そうめちゃやりたいで言ってくれてたので、はい、嬉しいですね。うん、638日もありがとうございます、嬉しいです。やった、ありがとうございます。じゃあまたそこが詳しく決まったらご連絡させていただきます。そう、なんか衣装は私の名前入っている衣装でもなんか自分の衣装だけと思ってたんですけど、借りれるのが東海とかで、そういうわけじゃなくて、はい、そう、許可が、理由とか言って許可が出れば、なんかはい、他のメンバーさんの衣装とか、そう、私の衣装も借りることができるみたいなので、はい、まだキャノンディがどの衣装を着たいかがちょっとまだわからないんですけど、その衣装も決まって、あ、でもどうなのかな、そこは言うか、あ、そこはちょっとキャノジで相談させてもらって、はい、まただったら宣伝させてもらいます。よろしくお願いします。そうですよね、そうなんですよ、そう、そうより距離が縮まって来て嬉しいなって私は思ってたので、本当に残念なんですけど、うん、はいでもそう、キャノンティーも最後はね、東海も楽しんでもらえるように
はい、でもすごい嬉しいな、いい思い出もたくさん作れたらなと思います。あー、オカのプライドも可愛いですね、確かに。うん、バレも爽やかですね、センターのよじゃあまた連絡させていただきます、ありがとうございます、嬉しいです。はい、ではそろそろ今日もオートタイムさせていただきます。そうですね、写真もいっぱい撮りたいと思います。16日もはい、ちょっと今日のオートタイムはそうなんですよ、株主サマーライブプレミアムライブの方で披露させていただけた曲とかいいかなと思ったんですけど、そう結構初めて制服の名探偵とかすねながら雨とかもなんかあんまやらない曲とかもやらせてもらえたんですけど、意外とそうなんです、カラオケ機能さんに入ってなくて、そうなんかあそうなんですよ、残念。ベイカーシーもやらせてもらったんですけど、ベイカーシーはこの前ちょっと歌わせてもらったので、はい、入ってる曲であんまり最近歌ってないような曲を歌わせていただきたいと思います。そのリクエストはこのそうですね、ショールームさんのコメントでもちょっと私が読み取れるラインだったらそういけるかなと思うんですけど、ま、今日はそうですね、メールの返信の方にやっていただけるとすごく嬉しいです。はい、好きなストーリー、そう、ホークブレスもいいかなと思ったんで、結構そうなんですよ、歌わせてもらってるなと思ったので、ちょっとそうあんまり歌ってない曲で入ってた曲を歌わせていただきます。あ、先生がよ、 CS ガチャの大富豪さんですかね、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。あの件も、あ、ありがとうございます。はい、あ、じゃあファジー宣言はやらせてもらわなかったですね。はい。これ CG も入ってないんですよ。そうなんですよ。ちょっとはい、イヤホンを探していただきたいと思うんですけど、音が結構うるさいので皆さん音量をご注意してください。アダムさんなんと、あー奇跡の流星が、そうですね、私もすごい好きなの入れてほしいですね、わかります。では、はい、させていただくんですけど、音量うるさいので気をつけてください。イヤホンで聞いてくださってる方は特に音量要注意です。こんばんは、今からお手伝いをさせていただきます。ではちょっと行きますね、刺します。プチプチタイムです。今日はどうでしょうか、どうですかね、ちょっと音量も上げるんですがうるさいのでまた音量気をつけてください。いきまーす。あ、今日はマックスでした。はい、あれマックスでした。もう音量は大丈夫なので好きな音量にしていただいて、私はちょっと曲を入れさせていただきます。うるさくなかったですか、本当ですか。久しぶりに、あ、でもこの曲はそうなんですよ、なんか分かれてて、なおさんとまきこさんとみなるさんがホライズンを歌って、私それ以外の5人のメンバーが制服を着た名探偵を歌わせてもらったんですけど、はい、ちょっとライブでは私は実は歌ってないんですけど、あ、言っちゃいますね、ちょっとホライズン歌わせていただきました、久しぶりに。この曲はそうですね、割と歌ったことがあったので言っちゃいましたね今日は。すいません。はい、ではちょっと今日下手だと失敗しちゃうかもなんですが、頑張って歌わせていただくのよかったら聴いてください。では行きまーす。Oh.
が聞こえないので、あれちょっと一回あのえ本当にごめんなさい、あの一回ちょっとイヤホンさせてもう一回入れて直してもいいんですけど、なんかそうこっちしか聞こえなくて、イヤホン調子が悪いのかな、え本当にごめんなさい、ちょっと一回音また気をつけて、あ音量気をつけてくださいごめんなさい、ちょっとごめんなさい、大丈夫ですか、すいません、え行きますかね、どうだろう、え本当にごめんなさい、嫌ですね、ごめんなさい、ちょっともう一回聞こうえー申し訳ないです、あそっちのイヤホンの方がいいかな、ちょっとイヤホン変えますね、ごめんなさい、あまた音量気をつけてください、あじゃ結構入れたから、ちょっと申し訳ないです、アクシデント、あとちょっと正解にします、こっちの方がいいかな、刺します、いけるはずなんですけど、ごめんなさい、すいません音量、はい今好きな音量にしていただいて大丈夫です、ちょっと再チャレンジ、すいませんこれで多分大丈夫ですね、はい大丈夫だと思います、すいません、あちょっと音量チェック、またあれこれマイクついてないのか、あこれ逆刺してる、あ逆刺してた、すごい逆刺してました、すごい刺さりましたね逆なのにすいません、じゃあちょっと音量もう一回確認します、マックスでした、大丈夫です、汗汗です、すいません、はい好きな音量にしていただいて、ちょっともう一回渡していただきます、すいませんこれで大丈夫だと思うんですけど焦ってましたでは行きますね、すいませんもう一回聞いてくださいどうも、あああああこのトンネルを抜ければ広がる海も聞こえてくる近づいた波音、今助手席の窓から吹き込む風が夏の上昇さ、就活シーズンその前にこれからのこと語り合って迷うよりも悩むよりもアクセルを踏むんだ、ホライズへ走り出せ、僕たちの目指す夢がある、と世界の果て可能性の宝がある、ここから見えない分だけ胸がときめくんだ、未来の地図、自分が信じる道を探せ、おお この青空はどこまで続くのだろうね、教えてくれ駆け巡る海鳥、あの灯台は船たちが向かう行き先、知ってるのかいくつか泣いてもらえても、やりたいことが見つからない、ナビを見てもどこを見ても生き方は
決まらない、ほらいつが目印した限りない自由が広がる、こう自分らしさ選択肢が増える日まで、どこへでも行ける希望に光輝くだろう、と言ってみよう、何かが始まる道はあるさ、おお、二人がどうなるか、恋は続くのか、立ち止まっていても先へ進め、ほらいつへ走り出せ、僕たちの自由が広がる、こう世界の果て可能性の宝がある、ここから見えない分だけ胸がときめくんだ、こう未来の地図、自分が信じる道を探せ、おお、ありがとうございます。あ、最後、え、最後じゃない、なんか何かが失敗しちゃいました、ごめんなさい、ありがとうございます、聞いてくださってすいません、ちょっとあの間違えました、好きに一番好き、ありがとうございます、嬉しいです、はい、え、先起きてよかった、あ、 ありがとうございます、疲れてる中嬉しいです、確かになんか形かっこいいですよね、うん、性格の大きなメンタルでもすごくやってみたくて、すごい可愛らしくて嬉しかったです、初めてできて、はい、ちょっとカロキーナさんにも入ってて欲しかったですねはい、まだき、いい、俺に一番良かった、本当ですか、一緒に頑張れる、元気ありがとう、こちらこそありがとうございます、聞いてくださって、あー、わかります、うん、テンポな、確かにワンピース入ってるんですかね、どうでしょうかね、どうですかね、ちょっと見てみますね、健康願っております、あー、ありがとうございます、写真とか送らせていただくので、また見てもらえたら嬉しい、めちゃめちゃいい、すごい、ありがとうございます、え、大きな入れ付け、あ、私は入れ付いてなかったですね、はい、他の入れ付いてる方もいたんですけど、私の衣装は付いてなかったです、はい、うん、いろいろ、こんばんは、ありがとうございます、あ、これの書き方、え、ありがとうございます、嬉しいです、はい、では今日も明日させていただきたいと思います、今日は何がいいですかね、難しいですね、どうしよう、どうしよう、どうしましょう、めっちゃ迷う、メガネ、あー、名探偵の、名探偵のポーズも可愛いですよね、なんかポーズ、あ、片手しかできませんから片手しかない名探偵ビーム、ホライズンって言えない、難しいどうしましょう、じゃあ
目立てもできるので、それも入れつつちょっと普通なのを言いたいと思います。はい、とりあえずポーズが難しくてすいません。では行きたいと思います。はい、行きます、行きます、横にゃーん横にゃーん横にゃーん、ウィーン、うわーからのウィーキスからの名探偵でんてでんのつぐです。あと、あ、最後もありますね、なんかこのポーズ、それ名探偵。はい、ありがとうございます。見た目は子供、頭脳は三十四。幼いですね。ありがとうございます。たこ焼きに、確かに位置が違うだけですね。ありがとうございます。はい、あと、そうですね、また今日のライブの話とかも、あの写真もメールとかに送らせていただくので、よかったら見てください。はい、そしてあのキャンディーの都の56日の現地東海の衣装の件はまた決まったらご報告させていただきます。皆さんありがとうございました。今日もはい、嬉しいです。名探偵にお元気ですよ。あの、あ、ここに、ここですね、あの木、あの、はい、ハチニアの隣にいるんですけど、ちょっとちょっとしかずすいません。はい、さて239人の方も皆さんありがとうございました。皆さんゆっくり休んでくださいね。もう今日はたくさん聞こえ覚えたので、この後はケアマッサージも頑張ります。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫です。ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。明日の配信もお待ちしております。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。あれ、ありがとうございました。